ん。で、3番さんさ、4黒当ててんだろ？当ててんだろ？6番がミキーかトリッキーか、ようわからんけど。つまんねえよ、まあ、お前。9番に説教するけど、マジで。マジその行動無られねえかやめた方がいいよ。かわいそうだよ。いや、5番の言ってることやっぱおかしいよ。5番マジで大丈夫かって思うけどね。わかるかな、言ってる意味。先般ですよ、君。うわぁほんとや。あ、2番さん多分ランカーの人。ランカー2番さん聞いていいですか、うん、右上のバッグって何に使うんですか。ん、夜逃げ用。ああ、夜逃げ用。バッグってどこにあるの、バッグって。そう、揃いましたね。一応5番さんから時計回りで点呼お願いします。真面目すぎて揃いましたね。はい、6番です。はい、7番です。9から1 1から2 2から3メッセージ中。お前また言ったよ。はい、ありがとうございます。軽くゲーム説明しますね。そうですね、チャット考察は基本的になしでお願いします。1日目は口頭でお願いします。あと2週目以降はチャットで CEO 可能です。とりあえずそれぐらいですかね。あと何か質問があればお願いします。なければ開始します。考察チャットはいいですか。ん、あ、すいません、なんでしょうか、ちょっと聞き取れなかったんで。こうしてちょありですか。お前さっき何ですか、わかんない。こうしてちょっとありですか。あ、基本的には考察チャットもなしでお願いします。すいません、ちょっと入れ歯ゲームしたら、ゲーム始めたら入れ歯するんで、すいません、ちょっと何言ってるかわかんない。ゲームが始まったら入れ歯するんで、活用中良くなります。お前その声で入れ歯やばいよ、お前。抜けちゃったね。ああ、お前な、最低だよ、お前。反省しろ。僕歯抜けてませんよ。だから抜けたってその歯のこと言ってない。今日8番さん変更お願いします。人が抜けたねって話をしてる。8番ですよ、8。はい、ありがとうございます。何の話してねえよ、お前。もう一回説明した方がいいかな。2番さんも変更終わった。あれ、2番さんってさっきもいましたよね。いない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 。8282いませんね。あ、了解です。いませんねって。じゃあちょっと軽くルール説明します。なんだこれ。いやどうだやろうな。お前の声なんで聞こえない、気持ち悪いな、お前喋るな。うわおい、マジかよ。あ、こんにちは。お願いします。お願いします。マジか、よろしくお願いします。俺からだね。占い師ですとかね、いつもねトリッキーなプレイして怒られる村人です。素村かどうかわかんないですけどね、村人陣営ですし、特にありません。まあ一番トップバッターになったんで進行論を言います。まずスライドね、占い師を使用したにもかかわらずスライドしたやつは絶対釣るね。それとハンターは絶対に占い使用とかしてトリッキープレイやめてほしい。ハンターさんが露出しちゃうとね、ほとんど負けると思ってる。はい、ということでね、一周目割ってきたんですが、まあ6番さん進行論言ってて、まあそうですね、ハンターはあんまり出ない方がいいのかなっていうね、新芽が落ちちゃうから。6番さんと7番さんの方は言ってることはおかしいなと思います。自分はトリッキーのプレイをする。ただ初日1巡目トップバッターなのでやらない。進行論に関しては村スラは絶対釣るっておかしくないですか。6番さん6番さんが後半1だったら6番さんやってたんですよね。なので自分に対しての進行論と全くよく分かりませんでした。7番さんに関してはハンターが出たら新芽が落ちるっていうのがよく分かりませんでしたね。ただ6番さん7番さん噛むぞお前。6、7、8なら8が一番まともだなと思って、ね、6、7が何言ってんだろうとずっと思ってて、クソガキお前、7番さんハンターだったら新芽が落ちるとか。ハンターだけは自分の身分がはっきり証明できるから、まあ確かに、ハンター以外はトリッキーな動きしてほしくないと思って、うんうん、はい、そうだな。え、まあ、みんな6番に触れるよな。お風呂じゃん、確実に。2番
おはようございます。2番片桐夜村人陣営占い師使用などありません。1番さんはごめんなさい、なんかエコーがすごいかかっててよく聞き取れなかったんですよね。エコーじゃない、お風呂入ってるから。だからちょっと2周目に期待します。それくらいかな。はい、3番さん、構成構成、お前構成のプレイヤーは発言してください。真の占いです。左に占いね、セオリー通り、セオリー通り占いとじっちゃんから教えてもらったんで占ったら黒でした。なんで4番さんは黒です。はい、うまいなこいつ。別に今日は4番積まなくていいよ。グレー詰めて占い師狭めて明日4釣ればいい。だから俺的にはセミオープンしてほしい。あとね、67がハンターじゃないことすきゃしたんだよね。ハンターは黒くならないでくださいっていう。だからもうハンターがほぼほぼつけてんだよ。だからもうね、セミオープンでいい。あと6番がミッキーかトリッキーかようわからんけど。いやつまんねえよ、まあ、2周目次第って感じかな。はい、お前歯つけるとつまんなくなるな一気に。発言してください。はい、おはようございます。占い師ですね。で3番占って白でした。なので3番私目線からだともう強靭ってなるんですけども、面白くなってきたな。そうするとそうですね、グレーの残り5、6、7、8、9、1番、この中にあと狼陣営がいるってことになるんですけども、自分目線だと3番強陣ってなりますね。以上です。いや特にないです、まあ、とりあえず占い師から先に触れるんやけど、3番さんからもし仮に真でも強陣でも人狼やったとしても2分の1で真の占い師に黒を打てるっていうので、3番も強陣人狼、真全然取れてもありえる。4番さんに関してはグレー1で5、6、7、8、9、1まで上げてるけど、なんで2番さんを含めなかったのかなっていうところ。2番さん役も何も出てないよね、村人って言ってた。ただ2番さんに関しての単体センサーで言うと、6番さん8、9、1から平手が向かってる中、2番さんで切ってるところから2番さん若干白い、もしくは2番6番のラインかなと思ったけど、4が真なのであれば、4が人狼なのであれば4人もありえると思うし、あとグレー値が広すぎるんでカリドはもうさっさと出てください。カリドさんに関してはニグッチョボコス自信と占い値に上がらない自信、いやすごいなこれ、上がらん自信があって乗っ取られる自信があるのであれば潜伏してもらって構わないけど、そうじゃないのであればさっさと出てきてください、ね、ニグッチョ僕さん限り 0.5 のなんか何の仕事にもならないんで。でハンターは潜伏 で8、9、1に乗った精査で言うと、まあ1番に関してはまあそこまで言い切れるのは何かしらんのかなって感じで、9番さんに関しては8番より印象いいと思ったのは色をつけて盤面を動かそうとしたところで、7番さんに関してハンターの新芽っていうのはどういう意味なんかなって感じやけど、おそらくハンターの前後に彼に偽が出てきた場合、そっちの芯をどうしても追ってしまう人が多いと思うからっていう意味で言ったんじゃないかなっていう感じ。とりあえず4番さん2番さんをグレーに含めなかった理由だけ後で教えてください。以上。6番いやすごいな。まずね8925を白置きしてる5番さんがね、唯一ちょっとだけ気になったことが一つだけあって、カリド出ろって言ったけど出る必要ない、絶対出る必要ない、うん、で3番さんさ4黒当ててんだろ、当ててんだろ、じゃあ4の相方言えよって話よ。3は絶対偽だと思う、絶対偽で、俺は17で見てるよ。1番さん俺が白出ても俺を釣るんだろ、うん、じゃあ釣り寄せよ、絶対釣り寄せよ、うん、で1番さんさ2周目で7番さんにどう思うか言えよって話。怒ってる怒ってる。で、カリウダさんが出る必要ない。なんで6番さんそんな怒ってるの、怖いですよ。で、だから1周目9番さんかな、僕に触れた時に7番さんがハンター使用はしない方がいいとか言ってたの、僕は言ってたの、スライドね、僕も言葉足りなくて勘違いさせたかもしれない、スライドはあんまりしない方がいいんじゃないのかなっていう感じね。で、それで3番が4番黒を4番が3番白ってことで、どうなんだろうな、これ黒位置3が死んだったらもう黒一匹見つけてるし、4が死んだったらもう3は今日確実でしょ。で周りの人も黒要素がねえんだよな、みんなうまいからさ、ちょっと流れで任せようかなって感じなんですけども、どうでしょうか。俺下手だよ。大丈夫、人狼って意外とこれで釣られないの、意外と人狼札ってこう曖昧な黒位置も上げない、あんまり目立たない方が釣られにくい。占い師まず触れると4番さんのが偽にしか感じないんですよ。3番さんは左隣の黒を見つけた、4番さんはなんで右隣を占ってた理由、占った理由、しかもそこが占い師なんだよ、その理由をしっかり言わないと4番さんの芯って追えなくない。3、4のあの流れを見てて4番の芯を全く追えないんだけど。お黒出た占い芯がね、俺もわからない。俺、まあ、5番さんと一緒だけど、まあ、5番がちょっと違ってるのが
3番に比べた新郎卿どれでもあるっていうのを、そしたら4番新年のパンパンの今日でしたね。放送族だよこれ。絶対聞き取れない。まあこれで正直番号しか聞こえない。6っていうのははっきり聞こえない。あら、発言してください。一番さんはどこにおるんやろ。お風呂にしかないだろ、そこ一点集中だろ。あー、お風呂か。ほんとね、3番さん、4番さんだったら私は4番さんの方が真だと思うんだけれどね。あ、みんなうまいな。理由を言います。4番さんだったら3番さんに白を打ち返すんではなくて、適当なところに黒を打つんじゃないかなって思う。5番さんとかに黒を打って回避するんじゃないかなっていうふうには思ったから、3番さんに黒を打ち返しているならまだしも白なんだよねっていうところが私は4番さんの新芽で感じているところ。ねえ、なんでそれは8番さんとは意見は違った。まあ配信見てんだろさっきからお前。で、5番さんが狩人さんだけ出てきてほしいっていう発想は違くて、セミオープン役役でいいと思う。ピンポイントで言ってくるでしょ。役職役職で出てくるのがベストだと思う。飛びます飛びますじゃないんだから。例えば黒打たれたとしても、スムラの方が黒打たれて、だあ、黒打たれたとしても跳ね返せる力があるのであれば発言力で。貴様見ているな。配信見てんだろって言った瞬間パニックってて、なんかちょっと見てんのかって新芽が上がったから、ね、俺5番最初のなんやけど、一番考察伸びてた意味わからん。2番何なんで5番が怪しいの。何クロリー言ってん。適当すぎない。いや意味わからんでしょ、なんで俺死んで見切れない。で6番はちょっと二重人格なんで強人っぽいなと思った。お前で二重人格は、うん、本当に6いく。6番二重人格お前だよ。二重人格は4番。まずそうですね、5番さんにさっき指摘されたあのグレーの位置についてなんですけども、うん、これは単純に自分の抜けですね、言い忘れっていうか、なんだろう、567-8912って言おうとしたんですけども1で止めてしまったんですね、それだけですね。であと9番さんに言われたことなんですけども、その占った理由っていうのも特にないですね、ただの気まぐれで3番に押したってだけで、ちょっとこれからちょっと釣り位置上げようと思うんですけども、うん、あの9番さんと2番さんに関しては結構、うん、あと1番さんもかな、結構発言伸びてる印象があったので、自分の中では釣り位置から外れてますね、とりあえず。あと5678の中からちょっと今決めたいんですけどもどうだろうな。今のところちょっと釣りたいと思うならちょっと5番6番かな、とりあえずは。ちょっと5番さんの話聞いてちょっと決めます。5番。発言してください。に聞いたいけど、カリウド出す意味教えてあげようか。カリウド出して、カリウドが出てきた時に太鼓が出なかったら占い師に神経が出てるっていう状態にほぼほぼなるわけ。神経で出たら狼が二人街残ってるやろ、グレーに。そしたら太鼓で自分から釣り位置にわざわざ上がってこないの。そしたら4番が真になる可能性が高くなるの。わかるかな、言ってる意味。で、カリウドが今日噛まれた場合どうすんのかな、9番、2番。あ、くしゃみでぞ。あー、俺。9番、2番は。カリウドが今日噛まれた場合のケアどうすんの。その後に乗っ取られたらどうすんのかな。俺9番2番にどっちかに一人外もしくは二人狼やと思う。9番さん2番さんって今後のことまで考えてるんですか。で4番さん912が考察伸びてたって時どこが無駄のことなんか一切考えてないと思う。2番に関しては4番が3番占ってそれやったら黒打つでしょっていうのは間違ってないと思う。それに関してはね。ただあのカリウドに対しての進行間違ってんの。だからさっさとカリウド出てこいっつってんの。セミオープンなんかして、じゃあ3番4番に精査もついてるんですか、皆さんついてるんですか。あんだけ6番ヘイト向けられとって全員が向けてる状況で6番を黒く見てる人ってどうかと思うけど、俺は6番って7891全部からヘイト買ってねんで、2番以外から中日の段階で。これでカリウドさん乗っ取られたら自分が先犯っていうことに気づいてくださいね。俺は急にどちらかから行きます。村のことなんか一切考えてないっていうことに皆さん気づいた方がいいですよ。はい、おい、どこ入れればいいんだよ俺は。みんなしかも怖いしさ。え、どこ行けばいいの。え、もう全然わかんない。一番うるせえから入れたってにしよう。いいよね、理由になるよね。何言ってるかわかんないって。選ばれました。1、3、6、8、3番さん、9番さん、8番さんで、私は8番さんに入れている。4番さん放棄。4番さん放棄。4番さん黒あるかもな。ないよ。じ
番さん、3番さん、6番さん、8番さん、3この中に2人いるような気がする。1、3、6、8に2人いないよ。確かに、まあ、カリウドだけでも出すっていうのは6、8進行的にはありだと思うけど、セミオープンでもいいと思うんだけどな。1、まあ、クリックの打ち放題にはなってしまうけどっていうのは説明したんだけれども、5の信者ごめんなさい。夜が来ました。カリだって、ぜーす。1ハンターですね。1ハンターですか。スイッチでハンターだと思います。あ、だから6、8におると思うんで、8か見ましょうか。8で、はい、4回やったら締め落とせそう。9も2も頭悪いんですよね。いや9も2も頭が悪いって、いや本当に人狼だな、あなたは。いや、あなたは高学歴のあれだな、上司になったらとんでもないパワハラしそうだけどな、本当に頭悪いから。こう怖すぎ。昨夜死んだのは。さあどうする。読まさの結果は6しろ。6しろ。いや、5番の言ってることやっぱおかしいよ。5番マジで大丈夫かと思うけどね。カリウドが出てきて、対抗が出てきたら3、4が進路、狂人がカリウドって語るから、うん、いや、僕が狼だったら3、4神教でも2路グレーにいるんだったら普通に出るし、何言ってるのか分かんないんだけどマジで。だけに2級は無理がないって言ってるけど、5番さんの炙り出しのが僕には無理がないと思うよ。出るなら今日でいいんじゃない。僕役ね。他に役いないの。いや、僕カリウドね。え、対抗いないの。カリウド、いや、もう僕が白、カリウドで白、分かってる方だから、もう高級ライバーないでしょ。釣りをしてんだから、2人で。もう3人よりも僕は5番さん釣りたいけどね、無理がなさすぎる。2を押した意味も分かんない。押した理由が無理がないから、2級って言って。何の意味もないじゃん、カリウド炙り出す。だったらセミオープンで占い狭めた方がいいっていう2番さんの発言が僕は白く感じたけどね、5番さん。1番。セミオープンしてしまったら、約束ないところに黒打ち放題になるんだよ。だから片方だけ出るの。これは多分9番さんの進行論的なやつだから、別に9番を黒く見るわけじゃないし、9番を狩人だから叩く必要はないけど、それで5番を黒く見るのは違う。それで役職2人出てしまったら、他のやつ全員素村ってバレてしまうから、人外はそこに黒打ち放題になるの。だから狩人だけ出るべきだった。で、9番さんが昨日出ておけば、まあ3番さんが真かどうかは分からんけど、9番さんを占う結果にはならなかったっていうオチ。俺これ昨日2番さんに入れたんだけどね、まあ5番さんの言ってる通り、6番にヘイト向き上げてるなって思った。5番さんの上ではって思ったわ。6番が順調だったらここまで6番にヘイト向くかなって思って2番に切り替えた。で、2番釣った結果、俺2番の死に際ね、俺相当黒かったと思うんだけどな。俺2番結構人外硬いと思ってるんだけどな、俺だけかなってなった時に、6番とのじゃあラインがないってなった時に、6番が強人だった時に、4が3に白出してるその強人位置っていうのはないことになっちまうんだよな。っていうことは、俺は4が人外にちょっと見えてきてる今。で、2番が人外だったら、2番は4の方が新芽に見えるって言ってた。理由は相方に白打てないよって言ってたんだけど、俺はもうそれを考えたけど、4番さんは多分そこまで考えられないと思う。突発的に3白ってなんとなく言ったように俺は聞こえたよ。おー、いいねいいね。その、あの一瞬で4番さんがそこまで頭回るんだったら、もっと考察伸ばせてるし。で、もしも2、4だったら、4番を新芽に上げたい2番だけど、4番が無投票にしてしまった。で、これで、4番、みたいな感じで新芽落ちたな、みたいなこと言ったんだと思うから、俺今日占い決め打ち行くんだったら4行きたいかなって。今思ってる。あ、みんなの意見聞く。一味方だった。はい、まあ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 。君は人狼で。ちゃんとしたことはすみませんということで。汚染されてます。はい。まあね、9番さんがね、そうやって占われる位置に入るから、昨日にね、昨日カリード使用したけよっていう話ね。まあ9番さん勉強になったでしょ。で、おそらくね、もう4番で終わると思う。多分2番黒で。うん。2番ね、4番が放棄したのに、あ、偽。ああ。ってなんかね。もうね、明らかなライン見えたよね。今日は読んでいいですよ。終わります。そもそも今日はね、占いからね。はい。お、いいね、いいね。ミスってない、大丈夫。はい。そうですね。私、つっても終わらないですね。そうですね。あと、なんて言ったらいいんだろうな。占い放棄したり、占いじゃねえな、あの、さっきの投票を放棄した理由なんですけども、ちょっと画面なんか固まってしまったんですよね。なんかフリーズっていうか、それでちょっと投票できなかったっていうだけですね。特に理由はないです。で、占いから行くんであれば3番
でお願いします。5番自分の進行論が間違ってなかったよ。9番さんだから結局こうやって占い地に入るから意味がないっつってんの。結局守れてないでしょあなた。仕事してちゃんと 0.5 なの増やしてたらハンター発砲できたけど。9番さん、あの人にこちょこちょ言う前に自分の進行論正した方がいいよマジで。負けるよそれで。あの誰一人拾ってないけど2番さんの昨日の遺言聞いた。おそらくこの中に二人狼いると思うって。自分が人狼じゃないのであればおそらくじゃなくて確実に二人狼いてるんですよ。ここに二人狼一狂人が残ってるんですよ2番さん目線で。だから2番が人狼であろうが狂人であろうが何であろうが2番はもう多分おそらく連れてる。2番の遺言おかしいことに誰も拾ってないけど。で4番が6番占ったのも俺昨日言ったけど、じゃあ6番の相方位置どこなんてなるよってなったら4番さん2番さんを相方位置で見ることになる。7891全員で6番叩いてるから、だから6番状況的に白が確率高いわけ。わかるかなってる意味。おお、ここで仲間に誘うのか6を。ちょっと9番さんと会わへんわ。9番さんマジであのカリド自分の価値高いと思ってんのか知らへんけど、まあちょっとあの俺まあ俺今日4から行くねんけど、9番に説教するけどマジで9番さん、あのマジその行動見られねえかやめた方がいいよ。あの占い地に入り、初日も言ったけど占い地にも釣り地にもカムレ地にも入らん自信があって肉っちょを起こせる自信があるのであれば潜伏したらいいけど、結局1番がアーマーしてくれたからよかったねって話。これで9番噛まれてたらどうすんの。先般ですよ君。わかるかなここまで言ったら。かわいそうだよ、ね、はい、かわいそう。さあどうする。まず俺はカリュドさんに従って5番さん入れます。5番さん入れる。7番さんも従うべきだと思う。7番さん白浮きしてる。715で二郎がいることを追うべきだと思う。二郎追ってない135はおかしいし、4番さん俺のラインどこだと思ってんので、2番さん連れてるとかじゃなくて二郎追えよって4番さん目線。ああ3番さんだってさ2が連れてるで、じゃあ4の相方どこだと思って見てるわけ。9番さんの言う通り9番さんそこまで攻めることはない。5番さんが9番さん炙り出した方が全然おかしいから、それはおかしいよ。5番さんから行く以上。ほうほうほう、なるほどね。占いロダではなくグレー1から詰めていくって感じか。マジ、いや普通に僕はもう占いロダで、いや24で終わると思うんだけどな普通に。全く分かんない。なんか5と9が喧嘩しててで9が役持ってるからって5が行く。連れてなかったらもう無理だよな。いやこれは僕は占いから行きたいな、じゃないと危険な匂いするんで、4は圧倒的におかしいかなって感じかな、4かな。はい、さよなら。はい、さよならです。ほらじゃないべ。1が信者だからな、大丈夫でしょ。1信者だから来い。4番のプレイヤーが選ばれました。霊能しよう。あ、何言ってんのお前。霊能じゃねえだろお前。4番。いやー素晴らしい。1すごい信じてくれましたね5番さんのことを。こいつら頭悪いっすね。9番とかすぎてマジで話にならない。でも6ちゃんと分かってましたね。怖い。いやー9番この前だな。死んだ方がいいわよ。死んだ方がいいわよ。お前悪い顔して人狼やってんだろうな本当に。死んだ方がいいなって。やばいだろ本当に。昨夜死んだの。6番プレイヤーは、はい、7黒。ああ僕黒か。ということは3が偽で57狼3が今日。ああ僕が狼だったんだ。でしょでしょ5番さん。いや細臭いもんだって。あそこで狩人炙り出すのはさ、なんか最近流行りじゃんって。最近流行ってんだ。乗っ取りすぎなんだよ、それに。乗っかりすぎ。そういうことですよ、一番さ。一番。俺の目線がおかしかったか。すまんなみんな。6番ごめんな。いや、やられた。でも、素直によ。2番黒かったよ、死に際、本当に。まあしょうがない、これ57ローローだったらね、俺はどう考察してもいかん。57まで届かんと思う、俺は正直。どうやっても届かん。3、4の審議でもどうやっても勝てん。
さすがに3の方が強い。すまん、俺が言い出したことだから9番さん、俺が悪いわ俺が人狼視点だったのかもしれんなだって洗脳されてたもん。でもね、進行論的には5番さんの方が正しいと思ったよ、うん、セミオープンは黒打ちたい方だった。しかもガスの盤面でグレー詰めるのはね、まあ初日でお互い占ってる部分もあってグレー広すぎるからなかなか詰めれないんだよな、うんうん、まあまあお互いいろんなやり方で物理にさ、カリウドとかハンターとか出てもいいと思うんだよな。まあ占いは4か5に出ると思ってね、まあ4に黒出してまんまと引っかりましたね。引っかりました。まあね、普通にカリダスの村進行です。普通に俺が死占いでもね、2番つって9占ってます。はい、ん、何言ってんの。まあ負けたんだから認めな。いやね、炙り出しとかね、もうそんなのね、チャーシューだけにしとけよやめろ、かわいそう。5番さんの俺に言わせて。いやいや、俺はちゃんとたっぷり時間、まあ2番さんお疲れということで。やばい、説教始まる。うわあ、ごめん、くしゃみ出たわ。違う、あ、まあ3番なんで俺ら3番から4番に黒出してくれたのも助かったし、9番さんもう一回言ってあげるけど、9番さんが初日で構われてたら俺らどっちか乗っ取れるから。カリウドなんか2グッチョブ5、3かけて仕事できてないから。なんやったら1グッチョブでハンター撃つとこ間違えたら PP やから。初日で構われちゃって、9が初日で構われて、8番が次の日構われてパーンって撃って、それが村やったらもう PP やで。9番さん、そういうとこまで考えた方がいいよ、マジで。負けるでこの先、知らんけど。ここ別に標準局じゃないし、標準村やから、ほぼほぼカリウドが出てきて乗っ取りがなかった時点とほぼ新居やから、カリウドに対抗が出てきたら、あ、いいよ9番投票ね。カリウドの対抗が人狼で出てきたら、わざわざ自分がつられちないねん。それに対してのメリットなんやと思う。なくない、普通に考えて。普通にこれは村進行です。なんでそんないるなら出る必要がないんです。二郎で残ったら一番強いんです。最終盤面でも。僕出るけどな、じゃあそれやめた方がいいと思う。それはやめた方がいいと思うよ、9番さん。そこまでやったところで意味がないから。そんなんやったらカリウド当てて噛むか、ハンター噛んで、カリウド出てきた時に後で出てきたいから。潜伏する意味がない。マジで。はい、9番さんで。ひどいな、ほんと。ひどいよ、君たちは。9番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、人狼の勝ちです。お前かわいそうだろ、本当に。にょここではやりたくない。ごめん、ここではもうやりたくねえ